抗がん剤併用療法時代の幕開けというテーマで、杏林大学医学部内科腫瘍内科教授であります古瀬淳二先生にご講演をお願いしたいと思います。まあ、古瀬先生は、もともとは内科の研修をされてですね、その後アメリカに留学され、まあ、現在、抗がん剤を使った治療腫瘍内科として活躍されておりますし、まあ、日本の肝胆膵領域特に膵臓の抗がん剤治療に関しては第一人者と言っていいと思います。それでは古瀬先生よろしくお願いいたします。土田先生ご紹介ありがとうございます。今日は町間さんはじめスタッフの方々招きいただきました。ありがとうございます。私は今日は抗がん剤の治療の特に併用療法について、まとめろと町間さんからご指示いただきましたので、そのあたりを中心に、お話をしたいと思います。確かに日本は使われる抗がん剤が少ない、さっき町間さんおっしゃられましたけれども、まあ、3つっていうのは保険取ってる薬はもっとあるんですけども、効果があって実際使われているっていうのはこの3つなんですね。2000年以降ゲムシタビン、S1、エルロチニブがこう承認され、ちょうど5年おきに承認されてきました。で、奥坂先生最初に紹介されましたけども、この薬をどういうふうに使うかガイドラインが出されています。2009年は残念ながらゲムシタビンだけしか推奨されていませんでした。で、それが今回本当にこの木曜日、水曜日か木曜日に出たばっかりの新しいガイドラインですけども、3つ、ゲムシタビンと、ゲムシタビン、エルロチニブ、ちょっと英語で申し上げます、エルロチニブ併用と S1 と。で、もう一つ注目されている、さっき外科の先生、ゲムシタビン、S1 併用するといいよっておっしゃってましたけども、併用っていうのはこの中にないんですね。どうして併用したらいいの、もっといいはずなのにダメなのかなっていうのが疑問になります。まあ、そのあたりもちょっとお話ししたいと思います。で、この併用2つ、ゲムシタビンエルロチニブとゲムシタビン S1 っていうところをちょっと考えてみます。 A 足す C 2つ足しちゃうのが A よりもいいかどうか、 C っていうのがエルロチニブだと思っててください。で、これが果たしてこのゲムシタビン単独よりもいい結果が出るかどうかっていうことなんですね。で、まずこのエルロチニブ足す治療についてなんですが、まずそもそもエルロチニブってどんな薬かということなんですけれども、新しい分子標的薬っていいまして、ゲムシタビンや S1 とはちょっと違う働きをします。通常の抗がん剤っていうのは、細胞の DNA ってもう増殖するそのものに働いちゃうんですけども、こういう新しい分子標的薬っていうのは、これがん細胞がもう元気もりもりなんですね。これ増殖するレセプターっていうのをいっぱい持ってます。そこに増殖因子がくっつくとどんどん増殖しちゃうんで、なんとかその増殖させないようにシグナル伝達を阻害する方法で薬が作られました。で、一つはこの因子がくっつかないようにアンパンマンみたいなのがこう守っちゃう、こういう抗体薬っていうのがあるんですね。もう一つはくっついてもくっついたところを切っちゃう、ブロックしちゃうシグナル伝達の遮断っていう作用があります。二つの大きく分けて作用があるんですけども、このエルロチニブはこっちのタイプ、シグナル伝達を遮断しちゃう、こういうタイプのお薬なんですね。で、ただ残念ながらこれだけでは膵がんには効きません。実は肺がんではこの薬単独で非常によく効くんですけども、膵がんはちょっとなかなか肺がんに比べて薬が効きにくいせいなのか、単独では効かないということをちょっとこれ皆さん注意しておいてください。で、このジェムザル、ゲムシタビンとタルセバ、エルロチニブを併用するっていう治療が開発されたんですが、ゲムシタビン単独が、まあ、従来からの一番いい治療だったんですが、どれぐらいいいのかなんですが、アメリカを中心に、カナダ、アメリカを中心に569人の患者さんにゲムシタビンとエルロチニブ併用する人と、ゲムシタビンとプラセボ、偽物、エルロチニブと同じ形をしているけど成分入ってないものの2つの群に分かれてもらって調べたら、このブルーのエルロチニブ入れた方が上に来ましたっていう結果が出ました。でもほとんど変わらない、遠くの方は同じに見えちゃうんじゃないでしょうかね。ただ計算してみるとハザード比が 0.82 っていうことで、実はこれ1がゲムシタビンだけなんですけども 0.18、 18% 死亡のリスクが下がる、ちょっと計算し直すと 22% 生存期間を延長するっていう結果なんです。
たった 22% なのか 22% もなのか、ここは議論の分かれるところですけれども、やっぱり予後の難しい悪い膵がんの患者さんが2割でも長生きすれば、これは薬として大事だということで、アメリカをはじめヨーロッパでも早々に適用承認されました。で、日本はこれ一つ私たち の京林大学で経験した患者さんなんですけれども、62歳の女性で喫煙歴のない、これタバコがちょっと問題なんですね。タバコ吸ってる方は副作用強く出ちゃうもんですから、こう肝臓の中にたくさん転移があって、ここに大きな膵臓の元の病変があります。で、これを 2,3 ヶ月使ったら肝臓の転移が分かんなくなっちゃいましたし、非常に小さくなりました。5ヶ月後ほとんども肝臓の中はなくなっちゃいましたし、原発層元の膵臓のところもほんのわずか残ってるぐらいで、この方1年経ってもまだ治療されています。ですからすごく効く人がいるんですね。ただ副作用が問題になります。ニキビのような皮疹が顔とか胸に出ます。それから下痢がちょっと起きやすくなります。で、何よりそのタバコがちょっと問題ってお話ししたのは、日本人に特に多いんですが、間質性肺炎って起きます。一回起きるとちょっと致命的になりかねないんですね。で、ちょっとした風邪ぐらいの症状で発症します。呼吸困難とか咳とか発熱、 CT 撮ってみると肺が真っ白になっていて、これはちょっと大ごとっていうことなんですが、ゲムシタビンだけでも 0.5%、 日本はその倍ぐらい 1%、 まあ100人やると1人か1人前後起きちゃうんですけども、このタルセバを併用すると海外で 2%、 4倍ぐらい起きます。日本ではこれが何倍ぐらいになるだろうってちょっと非常に懸念されたんで、日本での承認が遅れました。直ちに承認していろいろ副作用どんどん出ては困る、なんと 8.5% も出ちゃったんですね。8倍以上出ちゃったということで、承認まで少し時間がかかったんですが、安全確実に使おうということで2011年の7月に承認されました。ですから今安全に慣れた病院だけで使っているということで、それほど大きな問題なく今皆さんに膵がんの治療に使えるようになってきて、ですからこのエルロチュニブは膵がんで唯一有効性の確認された分子標的薬です。ただエルロチュニブとの併用だけで効果が認められています。そして皮疹、下痢、特にこの間質性肺炎の副作用に注意しながら使いましょうということで、今日本でいろいろなところで使えるようになってきています。この適用としては初回の治療、いろいろ治療した後でどうだろう期待したいんだけども、残念ながらそういうところでの効果は認められていませんので、最初に使っていただくという。からタバコを吸わない方、肺に病気のない方がいい適用というふうに言われています。それからもし副作用が出たときに、やっぱりご高齢の方はなかなかその副作用を克服できないでどんどん悪くなっちゃうもんですから、比較的若い方で体力のある方に使った方がいいですよということになっています。だからこういう併用治療というのは、いい効果を得るためには本当にふさわしい人に使うということも大切なことなんですね。ということで、このゲムシタビンとエルロチームの併用にしては確かに伸びてるんだけど、その差はそんなに大きくありませんでした。しかし先ほど示したようにすごく効く人がいるんですね。中にはこれはゲムシタビンだけじゃとてもこんなに効かないだろうなという人がいます。ですから今後はなんとかこの差をもっと大きくなるような人、患者さんをしっかり我々が探し出せるような、そういう取り組み、いわゆる効果予測因子っていうんですけども、あらかじめ効果の期待できる患者さんを見つける、そういう努力をしなきゃいけないということで、いろいろ研究が進められているわけです。じゃあ次に S1A+B はゲムシタビンよりいいかどうか。確かにこの強力なゲムシタビンと S1 のそれぞれ日本の代表的なお薬を併用、もう一緒に使っちゃったらきっともっといいだろうって期待されているんで、いろんなところでもすでに伝われています。ただ S1 もいい薬ですから、ゲムシタビンで使ダメどうも効いてないってあと S1 を使いますね。だ、同時一緒に使っちゃうのがいいのか、ゲムシタビンを使ってその後ダメになったら S1 を使った方がいいのかっていう議論なんですね。一つずつの方が副作用は少ないに決まっています。二つ同時に使えば強力に効くかもしれないけど副作用も強くなっちゃうわけですね。そのリスクとベネフィット、利益と不利益のバランスが問題になってくるわけですね。で、
直接の効き方を見るとゲムシタビンだとがんがすごく小さくなる割合は10人に1人か2人、 S1 だと10人3人ぐらいぐっと小さくなるって言われてるんですね。併用したらそれが 4,5 人になります。確かに併用した方がいい効果が出てくる、そんなの併用するの方がいいに決まってんじゃないかって思うかもしれないんですが、これは日本が中心になって台湾の患者さんにも協力をしていただいて比較試験をしました。ゲムシタビンとゲムシタビン併用のどれぐらい成績生存がいいかっていうやつなんですが、緑のゲムシタビン S1 の方がちょっと上には来ているんですが、残念ながら統計学的には有効性が証明されませんでした。さっきお話したハザード比っていうのが 0.88 ですから、エルロチニブの併用が 82ですのでね、ゲムシタビン併用の方がゲムシタビンと S1 併用の方があまりいい効果が出なかったっていうことになって、残念ながら併用するメリットはないという結論になったわけなんです。ですからガイドラインには載ってないんですね。やっぱりこれ副作用を見てみるとゲムシタビン単独 S1 単独に比べてこの赤の強いのがやっぱり併用のところにたくさん出てきます。皮疹であるとか食欲不振下痢、こういうのが全体にやっぱり併用の方が強く出てきちゃうんですね。ですから実はゲムシタビン S1 併用同時に併用するのとゲムシタビンだけ使ってどうも調子よくなくなったら S1 に切り替えてっていうのと全然変わんないという結論になった。したがって今回のガイドラインには併用は出てないんですね。ゲムシタビン、ゲムシタビンエロチニブ S1 どれかでスタートして効かなくなったらそれぞれ使ってないものをやればそう大きな違いはないっていうことになるんですね。ただ一人一人やっぱり皆さん状況が違うんでこれうまく使うっていうことが大事だ、この3つの薬を使うということが大事だということになっています。欧米よりも日本のが実はですね、膵がんの化学療法の成績はいいんですね。いろんな臨床試験をすると日本の方が 2,3 ヶ月上に来ます。確かに薬使える薬は少ないんですけども、我々専門家は患者さんやご家族、それから医者だけじゃなくて看護師さん、薬剤師さんと協力をして世界で多分一番いい成績を出してますので、どうぞそんなにがっかりしないでいただきたいなという気がします。でもやっぱり海外で使える薬が日本で使えないっていうのはこれは非常に残念なことだし、なんとか日本に導入したい、我々も一生懸命努力をしていますので、先ほど、新しい治療として期待されている2つの治療法が紹介されましたので、簡単にその辺の進捗状況をお話をしたいと思います。ホルフィリノックスという治療法とナブパクリタキセルという薬です。まずホルフィリノックス、これ大腸がんから来たお薬なんですね。これ大腸がんのよく勉強会とか講演会行くとよく出てくる表なんですけども、何にも薬がない時代はこれぐらいだった。薬が一つ出てくるごとにどん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 治療が、成績が上がっていって、もう今や最初の 2,3 倍に良くなってきています。でこのホルフィリっていう治療が出てきた時がまず一つのキーポイントで、その次ホルフォックスっていうのが出てまたガクッと上がった。でこの2つを同時に使っちゃったっていうのが、同時というか、入れ替わりで使っちゃったっていうのがあって、でまたグッと上がったっていう、こういうホルフィリとホルフォックスっていうのは非常に大事な治療に大腸がんではなってます。じゃあこれもさっきの併用と一緒なんですけども、この2つをもう同時に最初から一緒に使っちゃったらもっと治療効果が上がるんじゃないかっていうことで、このホルフィリノックスっていうのが大腸がんで最初はやられたんです。で今名前を変えてホルフォキシリっていう名前に変わって、大腸がんでもやっぱりこの、全部入れちゃうのがいいっていうふうに言われてきています。治療法具体的なのを見てみますと、ホルフィリっていうのは、ロイコボリン、イリノテカンっていうのを最初やって、 5FU っていうのを急速静注ダーって注射で入れて、その後46時間ゆっくりゆっくり 5FU を入れるっていう、こういう治療です。一方ホルフォックスの方はイリノテカンじゃなくてオキサリプラチンを入れて、あと同じようにやるっていう治療で、これを今回合わせちゃったんですね。
オキサリプラチンもイリノテカンもロイコボリンも 5FU の急速常駐も持続点滴も全部突っ込んじゃった。これは強力な治療で、ちょっと普通の結構体力のある人でも、私たち経験したんですけども、もう前の日明日やると思ったらちょっと心配で眠れなかったなんておっしゃるぐらい。でもそう心配しないでください。みんなで協力してサポートしますから、そんな心配ないんですけども、まあ、強力な治療であることは確か。で、これはフランスのグループが342人の転移のある人、より進んじゃった人をゲムシタビン単独とこのホルフィリノックスと2つにやっぱり分けていただいて、分かれてもらって治療成績を比べたら、さっきのエルロチニブやゲムシタビン S1 併用ナノ繊維に比べるとずっと間が開いているのは分かりになると思うんですね。こんだけ幅が出ました。ハザード比が 0.57 です。さっきは 0.8 いくつでしたから、グッといい。で、縮小効果もゲムシタビンの3倍以上ある。で、これは 43% 死亡のリスクを減少させるっていうことで、タルセバが 18%、 S1 が 12% ですから、これはすごく効いてるっていうことになるんですね。でも直ちに、アメリカやフランス、ヨーロッパでは使えるようになったんですが、まだこのオキサリプラチン、リノテカンが日本では承認されていないんで、なんとか治験をやろうということで、私たち杏林大学も参加しました。その一例がこのスライドです。49歳の男性、やっぱり比較的若い方がこの方に入ってます。腫瘍マーカーが上がっていて、水尾部に割とちょっとちっちゃいがんなんですけどもあって、リンパ節が腫れている、肝臓にも転移がある、こういう方でやってました。3ヶ月後この肝転移がぐっとちっちゃくなる、水尾部とかリンパ節もちっちゃくなる。それから1年後まだ全然進行しなくて、もうほとんどこれ痕跡になっちゃってるんですね。ということで、もう1年以上進行しないでずっと、通院されていると、こういう患者さんがいらっしゃいます。腫瘍マーカーも1年間全然上がってこないですね。ですから病気が完全にコントロールできてるんじゃないかなという気がします。ということで、このホルフィノックスとゲムシタビンに関して言うと、確かにホルフィノックスがダメになった後ゲムシタビンをやる、ゲムシタビンがダメになったこのホルフィノックスや 5FU オキサリプラチン、リノテカン、いろんな治療をやるけども、こういう差がついてるんですね。ですから一次治療の最初の差が全体の差になったということで、まあ、この治療は非常に期待をされているわけなんです。このホルフィノックス療法は今日本人での安全性有効性をする確認をする製薬会社さん、ヤクルトさんが中心になって治験を行いました。そしてつい先週になりますか、木曜日に京都で行われた日本がん治療学会で結果が報告されました。それによるとフランスの元のデータとほぼ同じぐらいの有効性が出ていますし、まあ、ちょっときつい治療であるんですけども日本人でも十分やれるよっていうことが報告されて、多分近い将来我々も使えるようになるんじゃないかなという気がします。次の治療はナブパクリタキセルですね。ナブパクリタキセルっていうのはアブラキサンという商品名がついてるんですが、このパクリタキセルっていう抗がん剤が中心です。これはもうずいぶん前から乳がんとか卵巣がんとか肺がんとかいろんながんに使われている薬なんですけども、水に溶けないために非常に使いにくい薬だし、アレルギーが非常に多い、そのためにいろんな薬を併用しなきゃいけないという使いにくさがあります。で、このパクリタキセルをアルブミンにくっつけた新しいタイプの薬ができて、そのために水に溶けやすくなって前頭薬が不要になりましたし、アレルギーが非常に少なくなりました。そして薬のこの形態が変わったために、そのがんの組織の中に移行しやすくなって効果も上がるようになったっていう、そういう新しいタイプの薬です。で、日本でもすでに乳がん、肺がん、胃がんでは適用承認になっているお薬なのです。で、今回膵がんにはゲムシタビンとナブパクリタキセル併用の臨床試験がアメリカで行われました。実はこの薬開発したのは割と小さな会社で、なかなかこう日本にはなかなか届いてこなかったんですね。でもその走行率っていうのはすごく高くて 48%、
ホルフィリノックス、エルロチニブ、S1、ゲムシタビン単独に比べると強力だな、これは期待できるぞっていう感じなんですね。でこのデータをもとに大規模な第三組織を行ったわけなんですけども、日本はもちろんアジアの国々は入っていませんでした。やっぱりどうしても会社が小さいせいか、日本もちょっと残念ながら入れませんでした。でその結果は、今年に発表されて、すでにもう論文になっているんですが、861名の、これも転移を有するちょっと進行した患者さんのみで、ランダム化の比較試験が行われて、やっぱりナブパクリタキセルを上乗せした方がいいよ、これも結構差がついています。ただハザード比はホルフィリノックスの 0.5 いくつに比べると 0.72 ということで、ちょっと劣るのかもしれません。で走行率も 23% で若干落ちるんですね。 28% の死亡のリスクを減少させるということで、タルセバ S1 の併用入りはいいんですが、ホルフィリノックスよりちょっとこのデータ落ちてるっていうところが、まあ、多少残念な結果ではあります。これも私たちの治験で行った患者さんの症例ですが、もう肝臓の中にさっきのホルフィノックスの患者さんよりもたくさん転移があります。そしてここに膵臓の腫瘍があります。で2ヶ月後、これは多分遠くの方が見ても分かるんじゃないでしょう、これが減ってます。肝臓の中の転移が明らかに減ってますし、膵臓のところもちっちゃくなってます。8ヶ月後、もうほとんどなくなっちゃってます。ここもほんのわずか残る程度で、これはもう貯蔵だっていうふうに判断しました。ただ残念ながらずっと効いてるわけではなくて、9ヶ月ぐらいに腫瘍マーカーがずっと上がって、ああこれはダメだと、ちょっと効かなくなっちゃったということで S1 に切り替えて、今まだ治療を続けてもう1年近く元気でいらっしゃるということで、やっぱりパーフェクトな完全な治療ではないんですけれども、いろいろ薬を使っていくことで長くいい状況でコントロールしていくこともできるようになっているのかもしれません。でこの治療もまだ膵がんには保険適用が通っていません。ただ日本人でに対する治験が、これ大豊薬品さんが1、2層試験をやってくださって、去年始まって、まだ世界のデータが出る前にいち早く日本に来るようにドラグラグをですね、最小限にしようということで始めて、もうすでに患者さん登録が終わって、うまくいけば来年中には使えるようになるんじゃないかななんていうことを期待をしていますが、まあこれはもう少しお待ちいただければと思います。じゃあこの2つの薬どんなふうに使えばいいのか、みんな全ての膵がんの患者さんに使えばいいと思うんですけども、やっぱり副作用の加減とか効く人とか効かない人がやっぱりいることは確かです。でこの2つの治験、大規模な比較試験に入った患者さんの背景因子を比べてみますと、61歳とか62歳とかやっぱり比較的若い方に使われています。もちろん中にはこういう高齢者も使われているんですけども、全体として若い方が使われている。男性女性の差はあまりないようです。それから全身状態がやはりいい人にほとんどもう 100% 全身状態のいい人、まあ、普通に生活できる、やっぱちょっとしんどくて、昼間寝てないとつらいっていう人はどうも副作用が難しくて使えないようなんですね。それから、胆管の中にステントが入る、閉塞性横断でステントを留置しなきゃいけないような人もちょっと少ない、通常だったら多分 3、4割半分近くの方がステントを入れなきゃいけないような状況の人多いんですけども、 16% とか 19% ですから、ステントが入ってない、そして元気な方がこの治療の対象になるというふうに考えていただいた方がいいのかもしれません。副作用に関してはやっぱり白血球減少とか発熱性、熱が出ちゃって好中球が減っちゃう、このあたりは非常にあまり嬉しくない難しい副作用なんですけども、やっぱりちょっと効率に出ます。こっちゲームした便ですので比較をしていただけると分かると思いますけども、血小板の減少であるとか疲労、嘔吐、下痢、手足のしびれ、まあ、こういうところはやっぱりゲームした便単独に比べると強く出てしまいますので、やっぱり副作用をうまくコントロールしてやっていかないとダメだ、ダメな治療だということがお分かりいただけるかもしれません。
この2つの治療、ホルフィリノックスとゲムシュタビン・ナウパクリタキセルについては、今後、多分遠からず我々使えるようになると思うんですが、比較的若い方、全身状態が良好な方、遠隔転移を認める方、これやっぱり局所進行っていうところのデータがないんですね、切除可能という人には成績が出てませんので、今のところははっきり効果の分かっている遠隔転移を認める方に今後使っていく、しばらくは当分使っていくということになると思います。それから胆管の中のステントン留置がしっかり入っている、ちょっとずれているとか詰まり気味という人はやっぱり心配なわけですね。から適切な適用と副作用の管理がこれはどうしても必要な薬ですし、そして日本人での安全性有効性を確認する臨床試験が今進められていますので、まあ、もう少しで全部結果が出てくると思っています。最後ですけれども、ゲムシタビン S1 が1とするとエルロチニブ併用で 1.2 に 22% 成績が改善して、そしてこの新しいホルフィリノックスナッパークリスタクセルで 1.39 とか 1.75 とか2倍に近いような時代になってきたということで、新しい併用療法がうまく使って、うまくこの効果を反映させて膵がんの治療に効果、力を発揮してもらえるようにしていくことが大事かなと思います。我々膵がん治療の専門家の力量が試される時代になってきているのかもしれないということで、私たちももっともっと勉強していかなきゃいけないのかもしれません。ご清聴どうもありがとうございました。はい、古瀬先生どうもありがとうございました。